皆さんおはこんばんにちは。今回からは、狂い好きをやっていこうと思います。このゲームは一回も実況を見たことがないので、ぐだってカットが多くなるかもしれませんが、ご了承ください。うわ。びっくりした。急に顔のドアップは心臓に悪いですわー。というか、画像の動きが細かいですね。おそらく2枚の絵を重ねて作ってるんでしょうけど、すごくリアルですね。これは操作説明ですね。へえ。このゲームにはヒント機能がついてるみたいですね。それだけ難しいってことなんですかね？これでセーブをするみたいですね。さっきプリントって取らなかったっけ？何か右下に落ちてますね。なんだ、飾りか。会話に変化がなくなりましたね。机の上にはプリントはないわよね。どうすればいいのかしら？なんかイベントっぽいのが始まりましたね。え、終わり？友達になった時点でそれはもうぼっちじゃないんじゃ。全生徒に話しかけたのにイベントが進まない。まさかのホラー展開に進む前に詰まるとは。アイテムの中から選べば渡せるのか。ふう、やっと進んだ。
すごい失礼なんだけど、このキャラ火種を持ってくるだけ持ってきて、真っ先に死にそう。やっぱり火種を持ってきた。なぜ先生を、普通説得するのは親じゃ。いや、部活としてだから先生でもいいのか。このハゲ！今どっかの議員さんみたいな声が聞こえた気が。えらく綺麗な館ですね。もしかして、誰かが管理してるんですかね？所有者あんたのとこの人なのね。ここでもセーブができますね。斧が置きっぱなしって？危ない通り越して怖いわね。好奇心は猫を殺す。何か引っかかる言い方ですね。主人公もここに来たことがあるってことですかね？うわぁ。完全に館の中に導かれてる感があるんですけど。さてと、ようやくプロローグは終わりましたね。進むの様子も含め、この二人、何か知ってそうですね。お、なんか本棚にありますね。まだ何も拾ってないので、資料はないですね。
うん、よくわからん。そういえば、このノートは書き込む以外に読み込むこともできるみたいですね。わお。がっつり助け求めてるんですけど。今のところ、ここの噂はどこにでも湧いてくるヨタ話って感じね。見た感じ、何か手に入りそうなものはないですね。もしかして、ガチな感じの霊感持ちなんですかね？うわ。急に暗くなったわね。はい、テンプレいただきましたー。確かコープスパーティーでも、建物の窓が割れないって話がありましたね。それにしても、このゲームほとんど BGM がありませんね。余計に不気味ですよ。広。鍵がかかってる部屋があるとしても探索が大変そうね。早速何かありましたね。ねじ巻き。人形かゼンマイ仕掛けの箱でも出てくるんですかね？え？何の音？左側から聞こえますね。あ、なんだ進むか。今日やって海外暮らししてたんだ。
いいですね。英語翻訳できる人。私は絶対無理ですよ。この部屋には入れないみたいですね。何かのヒントかな？金庫に書いてあるってことは、金庫の番号を記してるのかな？でも、天使なんてどこかにいましたっけ？いじめられやすいタイプだった割には、今回の件に他人を強引に巻き込んできたわね。誰だこのおっさん。やっぱり、公平には霊感があるようですね。見た感じは手に入りそうなものはない。ですね。これは何か入ってそうね。今は開かないけど。あ、でも、ワンチャンこの金のネジ巻きで開いたりして。違いましたね。今度は結構大きな部屋ですね。何かあるといいんですけど。これだけいろんなものがあるのに。何もアイテムが落ちてないの？でも、他に行けるような場所なんてあったかなぁ。幽霊が通過するたびにビクってなっちゃいますね。まだ誰も新情報を見つけた様子はないみたいですね。天使ってこの像のことか。ということは、この天使が指さしてるものを調べればいいのね。あれ？何も追加情報が出てきませんね。じゃあ、単に台座に書いてる番号を入れればいいのかな？こっちも鏡を指さしてますね。
待てよ。十字架？あ、もしかして、天使が指さしてたのって鏡じゃなくて、隣の絵画だったのかも。やっぱりだ。となると、隣の部屋にも同じような絵画がある可能性が高いですね。あと、全く関係ないですけど、右上のシミが人に見えるのは私だけですかね？十字の数は、9個ですね。こっちは、7個ですね。ということは、金庫の番号は0907になるってことですね。あれ？開かない？数え間違えたかなぁ。やっぱりこっちは9個よね。じゃあ、もう片方が数え間違えてるのかな？いや、こっちもやっぱり7個よね。なんで開かなかったんだろう。もしかして、敵の最後の2画は十字としてカウントしないのかしら？どうやら、そうだったみたいですね。それにしても、なんでメモを金庫の中に入れてるんですかね？なんかノートが光ってますね。肝心の翻訳した内容は？ああ、ノートを閉じたら見れるようになるのね。今のところ内容がさっぱりわかりませんね。とりあえず、今回はここらで終わろうと思います。次回はもっとサクサク進めるように頑張りたいです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。